上重足は、一組の双方向性の神経束で、大脳の全部と後部を結んでいる。それぞれの連合線板は、大脳半球の卵縁中心の側面を通り、前頭葉、後頭葉、側頭,葉,頭葉、頭頂葉を接続している。ニューロンは、前頭葉から弁外を通り、側頭根の後端へと伸びる。側頭根後端からは、多数のニューロンが後頭葉へと投射し、 一部は、比較の周りを、下方向から、全方向に通り側頭葉の前端に投射する。上重則は4つの異なる要素からなる。その要素とは、SLFI と s l f 2 s l f 3球状束である。人では、この4要素は、機能的に異なるにもかかわらず、一つにまとめられている。人以外の霊長類の場合、 上重足と、球状束は解剖学的に異なり、異なる軌道を持つ。SLFI は、配足の要素で、上、中等腸皮質から体上甲の周りと上等腸腰前等用の白質内を通り前等用の配足、内側皮質及び補足運動屋へと投射している。SLF2 は上重足の主要な要素で、下備足等腸皮質から、 背外側前頭前皮質へと投射している。SLF3 は、腹側の要素で、炎上界から、腹側前、運動皮質と、前頭前皮質へと投射している。人以外の霊長類では、球状束は上側頭壊の微側からシルビウス溝と、島皮質の上を、SLF2 の付近を通っている。人では上側頭壊の微側と上側頭壊から、 シルビウス溝の微速の周りを通り、上重速に沿って、肺速前頭前皮質へと投射している。SLFI は、身体中心座標形における、身体部位の位置を高度する上等長皮質と、補足運動やおよび肺速前運動やを接続している。このことから、SLFI は運動制御に関わっていると、考えられる。SLF2 は、空間注意と、視覚。 眼球運動機能に関わる、過微速頭頂皮質に接続している。このことから、SLF2 は、前頭前皮質に、頭頂皮質の視覚空間認知に関する情報を伝えると考えられる。このセミ束が双方向的であることから、前頭前皮質のワーキングメモリから、頭頂皮質に、空間注意の焦点の情報と、空間情報の選択と検索の制御指令が、 送られていると考えられる。SLF3 は、複足前中心階から情報を受け取っている。がわした頭頂皮質へと接続している。このことから、SLF3 は、言語の調音などの体制感覚情報を、複足前、運動皮質、弁外部、炎上階、前頭前皮質のワーキングメモリ間で転送していると考えられる。 球状束は上速倒壊と前頭前皮質を接続していることから音声情報をこの2領域で転送していると考えられる。ありがとうございます。